はいどうも、ワドツです。歌うま終わりです。今日はですね、2018年の12月の22日、22時39分です。何に歌うま選手権だよ、うん、歌うま選手権、うん、歌うま選手権負けた、初戦敗退だったよ。いやもう2次会いいっしょ、お疲れ。今回も見せ話かませ犬だからね、永遠のかませ犬だから。いやいや、のりゆくさんね、優しいよね。のりゆくさんめっちゃ優しいでしょ、めっちゃ優しいでしょ。あ、お疲れ様でした。また今後ともよろしくお願いします。え、選曲良かった？いや、紅ぶち込むべきだったなとか思って、紅を。ちょっと待って、選曲良かった？てか歌詞間違えまくったな。声量はあるんだよ、声でかいんだよ、声でかいの、声量はすごいある、はい、こんばんは。まあ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 、うまかった、ありがとうね、応援してくれてた人。いや、肉がめちゃめちゃうまかった、肉がめちゃめちゃうまかったよ、楽しいね、やっぱね、こうやってリアルで会うとね、すごく楽しい、めちゃくちゃ楽しいよ。コミュ障だからね。いや、めちゃめちゃ肉うまかった、まあ、肉しか食ってないんだけど、すげえうまかった。マジで4呼ばれるかな、4手頃4。もう帰ろうよ。テルチャンピンの、歌うま選手権、さっきのタイムシフトで見れるよ。ちょっと気をつけます、すみません、ごめんなさい。ラジオ配信やってますね、はい、ブルーハーツじゃなくて紅ぶっ込めばよかったな。今日ってモグゴリやるんですか？なんかリスナーさんがモグゴリ行きたいって言ってますよ。ワドツもう声で、声ですぐ分かるでしょ、ブルーハーツでよかった、よかった、ありがとう。なぜか涙出たの、病気でしょ、絶対病気。今のは便所さんだよ、便所さんだよ、正解正解、便所さん、そう、アフロの人、そう、光くんじゃないよ、にわかだな、今の便所さん一発で分かるでしょ。光くんはそういうこと言わないから、だから一人だけ間違えてるけど、みんな便所便所アフロとか言ってる、え、ワドうまいって米多かった？嘘でしょ、目が腐ってるんだよ多分。いや、コメント欄見えないからさ、配信中。そう、ワドに抱かれたい、ヒイラギちゃんはやっぱセミプロっつうか、もう半分プロだよ。光くんイケメンだよね、光くんかっこいい、光くんめちゃめちゃかっこいいね、いやでも面白いよね、こういうリアルなイベント、お客さんすごい多かったよ。まあまあ、ラムちゃん CD 出したばっかりだしね、プロだよプロ、ラムちゃんは、ラムちゃんプロ、まあリオリオはプロでしょ、リオリオはプロでしょ、リオリオはプロでしょ、沼田くんとかセミプロじゃん。いや、北海道から来た人とかいたよ。あ、ワドリスナーさんですか？便所太郎ですけど、ワドさんですね、
ステゴロ3出ますいやもう知ってるでしょサプライズ感ないですナイスナイス、はい、バンバン言ってますね、はい、以上便所太郎さんでした対戦相手はもう言ってるの、まだ言ってない、まだ言ってないですね。まあでもだって便所さんが話してるから言ってるよそういやもう確定カードでしょ、吉永圭之介いや無理でしょちゃんと発表して、いつ発表すか、年末だからみんな の、 その契約書、契約書返ってきたらまた紹介動画にして発表して、まあ、年内にできれば、年内にできれば年内に発表したいと思います。契約書を今書類を書いてるから、書類が揃ったら全部発表だって、年内か頭っていうのもやっぱ前回ね、契約書を交わしてないからってドタキャンした人とかいたから、え、マジっすか、うん、エイジンさんみたいな、ね、エイジンさんみたいな、それをやっぱ防止したいかなと。なるほどなるほど、まあもう仕事ですよ、完全なプロモーターですよ、便所さんは。便所さんは、あ、でもね、さっき、いやさっきね、便所さんに相談したんだけど、糖尿っぽいよ、糖尿っぽい俺そう、あの和道さん多分糖尿病です俺糖尿やっぱ確定だわ、リスナーの言った通りだったわ、うん、やっぱり血液検査した方がいいと思うよ。あのまだ初期だから早めに行った方がいいって、本当に村野さんと便所さんにアドバイスされた。いや本当にね、やばい、本当にやばい、愛はどつ、本当にやばいよ、あの糖尿ほぼ確定、もう典型的だって、愛はどつ。薬はまだ早いかなっていう、あ、ラジオっすね、ラジオ、ラジオっす、ラジオっす。さっきあの女の子との体も全部入ってます、やめろうぅやめろ、えい、セブンさんスーツなの、かっこいい。なんで分かったの、いやリスナーから言われてたんだよね、いや本当にね、糖尿多分確定。でも一回、ね、その糖尿内科、はい、総合病院に糖尿内科が入ってるところに行って、はい、検査した方がいい、普通の内科じゃなくて糖尿内科っていうのがあるから。糖尿内科行きましょう、甘いの、そうそうそう、酒飲まないのに糖尿、糖尿どうか、はい、米2合ぐらい食うんですよ、一食で。僕33全然違う、だから、何個下だ、セブンさんの3つ下っすよね、60年前、そうっす、あ、そうっす、全然違う、3個下っす。ロッキニーさん食べるんですか、あ、ロッキニーさんでも早いっすよね、1個上がるのが、誕生日早いっすよね、多分、うん、さっきもう37って言ってましたもん、早生まれなんで、ちょっと同級生、56年生まれじゃないですか、あ、今セブンさんと話してる、105マックス3年前の105、あ、順大なんだ、順天堂大学とか、いや糖尿怖いよ、大手ばっかりだよ今日、大手ばっかり、うん、いや行かないとね、やばいかもしれない、ちょっともう完全な糖尿病の、あの典型的な症状出てる、運動不足と甘いものを取りすぎ、うん、でもう症状全部話した、あーって言われたもん、いやマジでマジで、初期のまだ大丈夫だって言われたけど、うん、糖尿だよ糖尿、俺もう本当に冗談じゃなくて8リッターぐらい飲む水、トイレは10回以上行く、で疲れが溜まる、足がつる、気だるい、疲れが抜けない、うん、で顔がむくむとか、もうなんかあとだるい、もう疲れが抜けないのが最近、うん、そうで、とどめはのりこがチンコが甘いっつったの、あとおしっこ泡立つとか、のりこがチンコ甘いっつったんだよね、最悪、うん、おしっこは飲んだことないよ、炭酸水なんだ、お疲れ様です、お疲れ様です、うん、やばいよね糖尿、だから俺は捨て頃で、ね、対戦相手と戦う前にまず糖尿と戦うんだよ、糖尿と、誰と喋ってるの、何かさ、いや違いますよ、誰ってなんすか、誰と喋ってんの、もし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 ってなんもしもしなんすかそれ、おいおいってなんすか、もしもし、一人ごとっすよ、これ何、一人ごとっすよ、あ、これ録音、
あ、違う、これ配信してんじゃん。バカじゃないのこれ、ラジオで。そうそうそう、バカでしょ。バカでしょ。なんで、バカだよ、何してんのかなと思って。やめろよ、ほんと。あ、そういうこと。なんだこいつ、狐役でやってんの。なんだこいつ、ムカつくな。はいはいはい、なんだよこれ、なんだこいつ、バカにされたぞお前。おいおいおい、おい、バカにされたぞお前、誰と電話してんのって言われたよ、ほんとに。クレイジー、クレイジーパピオンだよ、クレイジーパピオン。じゃあ帰るか。うん、おいっす、お疲れ様です。お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。失礼します。お疲れ様です。いいっす。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ、あ、誰、え、スタッフ、スタッフじゃない、何何、配信者、配信者、配信者。お疲れ。まず帰っちゃうんですか。これ帰るよ、今から打ち上げするっぽいですけど。いいよ。いやいや。いいっす、いいっす、いいっす。え、どこに行くの。え、何？あの、お家まで1万ぐらいでしょ。え？お家まで1万ぐらいでしょ。俺はお家は新宿。じゃあこの近辺じゃん。違うよ、銀座全然遠いよ。全然近いよ。私。おう、1000キロぐらい。なに、だってテルちゃん、テルちゃんと打ち上げ行かなくていいの。あ、全然いいよ。なんでテルと何があったの。なんもないよ。なんもない、どうしたの。え、おお、私はマトさんと喋りたいなと思って。俺と喋りたいの、うん、なんで、大丈夫、酔っ払すぎるじゃん。うん、え、なんでダメか。うん、分かった、いや、言うとこ。うん、じゃあね。うん、いや、リスナーさんにオフパコしようって誘われたの。おっぱこさん、行かないよ。うん、行かないよ。そう、ヒカルくんは打ち上げ行くって、うん、いや、TCP のリスナーなんだけど、オフパコ誘われまくったんで、さっき、うん、ワドさん家近いからっつって、うん、そう、ババアにモテるんだよ俺。ガチで、ガチでババアにモテるからどうしようもないんだよね。うん、 TCP 怖いよ。じゃあ TCP なんだけど、もあのうちのリスナーでもあるみたいな感じなんじゃないの、多分。 TCP なんだけど、そうそう、もうオフパコ行こうよって普通に言われたからね。行かねえわと思って、のりこに殺されるよ本当に。いや、ババア、ババアにウケるんだよね、ババアに。何なんだろう。いやでもね、なんかね、最近思ったけど、最近ね、客層変わったよ、配信。 TCP っていうのはテレチャンビンのリスナーのことを TCP っていうの。オカマはモテないね最近、ロハコさんが死んじゃったから。うん、でも可愛いババアだったよ、可愛いババアだった。うん、ババアにモテるんだよ。帰ろ帰ろ。まあ、どうなんだろうね。いや、普通にホテル行こうって言われたからね。なんだろう、ババのりこは待ってる。なんなんだろうね。お疲れ。そうだね、家雑しようね。写真何枚ぐらい撮った。2000枚ぐらいシャッター切ったわ今日。作業枠だな。うん、いや、なんだろうね。勝つつもりだったよ。いや、紅をぶっ込まないダメだな、やっぱりな。ていうか、やっぱツイキャスでの知名度がなすぎるんだって、俺が嫌われすぎてるんだって。うん、あ、まあ、のりゆきさんには勝てないよな。ひかるくんかっこいいの撮れたよ、何枚も。うん、うん、まあまあボーナスだよね。うん、まあ音痴だよね。寒いな、寒いな。いや、楽しかったね。もう肉がめちゃめちゃうまくて、すげえ柔らかくていい肉だった。え、のんたん、なになに、うん、うん、ノータン？ギャラもらえないよ。ギャラもらえない。
その代わり肉と酒飲み放題だよ。ヒカルくんあれだよ、あの飲み会行くって、打ち上げ行くって。俺行かない、うん、帰る。二次会は行かないから、うん、ギャラは出ない、出ない。ギャラ有名どころは出るんじゃないの、有名どころは、うん、コミショだよ俺、うんうん。あ、じゃあ非公開にしてんのかな。写真編集俺はかますから、あの編集作業かな、家帰って、うんうん。あ、でもね、糖尿病なんだけど、まだチンコはギンギンだから、まだまだ初期症状なんだろうね。まだ大丈夫だと思う。いや、有名なのいっぱいいるでしょ。誰だろう、便所さんとかも有名だし。俺が歌ったのなんだっけ、千一のバイオリンだね。千一のバイオリン、あれ偽ラファエルだね、うん。いやでも糖尿怖いよ。なんか最近ね、おかしいなと思ってたんだよ、自分の体が。ここ捨て頃終わってから2ヶ月ぐらいして、なんか変だなってなってたの。最近原因が分かった。もう完全に糖尿って言われた、村野さんと便所さんに。あーこれ、あーはいはいはいみたいな、ようこそようこそみたいな感じで言われた。あーなるほどねみたいな、うん。あ、そうなんだ。光くんより有名なぐらいだよ。うん。うん。糖尿は運動不足で甘いものばっかり食べて肝臓がやられんの。うん、あー、ひどんなさんもか。うん、低糖質だね。まあまあ、デブばっかりだからな。疲れが抜けないっていうのがおかしいのと、足がつる、疲れが全く抜けないので、足がつる、おしっこが泡立つ、なんだろう、おしっこが泡立つ、あとなんだろう、足がしびれるとか、まあとにかくなんか気だるい感じかな。で最終的に足が腐るんだよ。末端冷え性もそう。そうだから外配信とかでもカメラ一緒に撮りに行くと、なんで和道さんそんな、ま、あの寒がってんのみたいな、ガチ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 震えんのよ。そう、あとチンコが甘いのが決定だ。のんちゃんがチンコが甘い、浮気だって叫んだの。そう、それであれなんか変だなってなったの。糖尿だ糖尿。あ、でも光くん偉いね、禁煙してたよ。日曜日の寄りの使者も良かったかもしれないね。病院行った方がいいね。ペロペロ大好き、うん。それはよく分かんないけど、それはのりこに聞いてほしいかな。それは俺も分からん、うん。うわ危ねえ。丸の内、帰りますか。中野坂上だね。あとね、エナジードリンクはもう禁止だね。いや酒は大丈夫なんですよって言ってたね。タバコは吸わないけど酒は飲みますって言ってたよ。今日飲んでたよ普通に、うん。いや水飲みまくんないとね、糖尿病調べないとな。これは怖い本当に。コーヒーは大丈夫なの、コーヒー、コーヒーは大丈夫なのかな。銀座だからこれで合ってるな。
ました。